戦いとは、第二次世界大戦の東部戦線で、1943年7月に行われた、クルスクの戦いの中の7月12日に、クルスク南東8 7トルにあるブロホロフカで起きた、独ソ領軍による史上最大の戦車戦の一つ。ツイタデレ作戦は、ソ連軍とシツを南北から攻撃する構成案であるが、ここで衝突したのは、 南からの攻勢部隊の一つである、ドイツ第4装甲軍の第 2SS 装甲軍団と、その進撃を阻止すべく反撃に出たソ連軍第5、新英戦車軍。戦闘は夕刻に終わり、戦場はドイツ軍の手に残った。しかし、同じ12日に急変したシチリア情勢に対応するため、ヒトラーがツイタデレ作戦の中止を決めたため、この戦闘の結果を、 ドイツ軍は、活かすことはできなかった。当時、第 2SS 装甲軍団には参考師団が、所属していたが、これらはすべて損害を受けていた。第 1SS 装甲的弾兵士団、第 2SS 装甲的弾兵士団、第 3SS 装甲的弾兵士団は合計、リーガー I35 両を含む456両の、戦車、137両の突撃砲で攻撃に、 参加した。7月11日の時点で活動できた戦車は、ティーガー70両を含んだ戦車400両であった。ソビエト赤軍の情報によれば、ドイツ軍は500から700の戦車を保持していたとされる。ドイツ軍の情報は7月12日の時点であり、正確ではないが、7月11日、第 1SS 走行的弾兵士団、第 2SS 走行的弾兵士団、 第 3SS 走行的弾兵師団で204両が使用可能であった。翌日、第 1SS 走行的弾兵師団については、数字が明らかではないが、第 2SS 走行的弾兵師団は103両、第 3SS 走行的弾兵師団は121両と、報告され、さらにその翌日の13日、それぞれ70両、107両、74両と、 報告されている。さらに14日には、それぞれ78両、115両、73両、15日には85両、99両、77両と報告され、最後の報告の16日には、96両、103両、96両と報告されている。第 2SS 装甲軍団は、総計494両のうち、7月12日の 時点で約200両の戦車で作戦に参加した。ドイツ空軍は1個航空艦隊が参加し、1943年7月5日の時点で966機が所属していた。7月5から8日、報告では41機が失われたが、8日から11日に関しては定かではない。少なくとも7月5日から31日の間、 クルスク突出部で220機が失われたことだけが判明している。ソビエト赤軍の主力は第5新鋭戦車軍であった。第5新鋭戦車軍にはおよそ800から850の戦車が配属されていたが、その中には T-70 系戦車が含まれていた。T-34 が約409両、T-70 が188両。 チャーチル風評戦車が31両、SU-122 と SU-76、合わせて48両、そして台数は判明していないが、キロボルト -1 が配属されていた。なお SU-150 には、同じクルスクの戦いでも投入された戦意が異なり、SU-85 の実戦参加は、後のドニエプルと化作戦からである。 ソビエト赤軍の情報によれば、これらの数字には、第2戦車軍団、第2新鋭戦車軍団、第1529狙撃兵連隊の数字は、含まれていない。ソビエト赤軍は、第2新鋭戦車軍団、第29戦車軍団、第18戦車軍団を最前線に配置、第5機械化軍団と損害を被っていた第2戦車軍団は、予備とした。 7月11日午後、第18戦車軍団が144両の戦車を配置し、第29戦車軍団は212両の戦車、自走砲を配置した。この日投入された部隊を加えて、ソビエト軍戦車の総数は、およそ500両に達した。また、第1戦車軍が、ドイツ第イズルバイブ装甲軍団に攻撃をしたが、これは、 プロホロフカの戦車戦には直接関連していない。結局、この戦いで、ドイツ軍は最小で294両、最大で429両、ソビエト赤軍は最小で616両、最大で870両が参加したとされる。準備のために多少の遅れを見せたが、1943年7月5日、ドイツ軍は攻撃を開始した。 第4装甲軍は、第 2SS 装甲軍団を先頭に、対戦車陣地、地雷敷設地区、頑強な不評陣地で綿密に形成された10から15マイルのソビエト赤軍防御陣地へ攻撃を開始し、防衛戦の参戦突破、攻撃は35キロ進んだが、ソビエト赤軍第1戦車軍に阻止された。7月5日から11日の間に、 第 2SS 装甲軍団は、ソビエト赤軍第1戦車軍、第69軍との間に突出部を形成する寸前までに至った。この間、ドイツ軍は、ソビエト赤軍戦車約千両を撃破したと主張している。ソビエト赤軍はドイツ第48装甲軍団の攻撃で約1300の戦死者、7000の捕虜を出した。 第48装甲軍団は、戦車170両、180門の対戦車砲、重砲、砲門を奪取したと報告している。第 2SS 装甲軍団は、プロホロフカで3番目のソビエト赤軍防衛戦を突破した。ドイツ軍は、ソビエト赤軍最後の予備戦力まで撃破しようとしたが、ソビエト赤軍側では、 イワン・コーネフ配下のステップ方面軍は反撃する、準備が整っていた。7月11日までに、ドイツ軍の攻撃が成功したことにより、ジューコフはソビエト赤軍最高司令部に、ステップ方面軍から第5新鋭戦車軍、第5新鋭軍を引き抜き、予備とするよう要請した。第42新鋭狙撃兵士団はプロホロフカへ、急行。 7月11日に到着した。ドイツ軍の作戦計画では、クルスクのソビエト赤軍突出部を南部から寸断北部へ抜けて突出部を撃破することになっていた。第48装甲軍団による攻撃は、プショル川を遡って北西に向かうことになっていたが、特にプロホロフカの駅の占領は不可欠であり、第4装甲軍の潤滑な進撃のために、 重要であった。これにより、ドイツ軍が、ソビエト赤軍の後方をか乱し、クルスクと室部の包囲を可能とするはずであった。クルスクの戦いは7月11、12日に、最高潮を迎えた。ドイツ第 2SS 軍団の進撃は、プロホロフカの駅に到達する、可能性があり、ソビエト赤軍第1戦車軍を包囲する、可能性が発生、プロホロフカの駅が、 ボロネージ方面軍の重要防衛地点となった。7月11日、ジューコフは、ステップ方面軍を含む5個軍へ7月12日に、反撃を行うよう命令した。第1戦車軍を含むソビエト赤軍は、ドイツ軍を阻止、そして、戦闘のドイツ軍を撃破した。その他の3個軍が、第イズルバイブ装甲軍団、第リー軍団を攻撃する間、第5新鋭戦車軍は、 SS 軍団を攻撃していた。しかし、第5新鋭戦車軍の攻撃には多数の問題が発生していた。最初に砲兵が随反しておらず、主力戦車が軽戦車であったため走行と打撃力の不足が存在したが、これに速度で対応しようとした。また、自らが防衛用に設置した対戦車号へ侵入しなければならなかった。次に、 ソビエト空軍は突出部の南側のドイツ軍最新出部へ集中したため、プロホロフカ上空はドイツ空軍が支配した。最後に戦闘が開始されてすぐにドイツ空軍の攻撃によりソビエト赤軍の空軍と陸軍の連携システムが失われてしまっていた。7月12日午前6時50分、第 2SS 装甲軍団は攻撃を開始。 ソビエト赤軍も直ちに反撃を開始した。独ソ両空軍もそれぞれ展開し、空戦も開始された。第 2SS 軍団は7時10分に、空ではソビエト赤軍が活発に活動していると報告している。クルスクの戦いの初期には南部において第 2SS 軍団を支援するよう命令されていたドイツ空軍第8航空艦隊が654回の ミッションをこなす間に、ソビエト空軍は893回のミッションをこなしていた。第48装甲軍団の攻撃は、第3、第52戦闘航空団らが北で散発的に支援を行っていた。空戦は、ドイツ地上軍の進撃に極めて重要に作用した。ドイツ空軍による援護が常時ない状態であったため、 第48装甲軍団はソビエト空軍の攻撃の前に次第に主勢回り始めた。第11装甲師団は空軍の援護は多少はあったが、それ以上に急降下爆撃を含むソビエト空軍の攻撃が多いと報告している。第48装甲軍団はソビエト第1重戦車軍による攻撃を受けていた。ドイツ空軍も地上攻撃を続けており、 HE111 による攻撃はソビエト第69軍第5新衛戦車軍に多大な損失を与えた。しかし第48装甲軍団上空におけるドイツ空軍の活動の停止は攻撃が停止することを意味していた。第 2SS 装甲軍団は空軍の援護なしに第5新衛戦車軍への攻撃を開始した。第5新衛戦車軍と 第 2SS 走行軍団は同時に攻撃を開始した。ドイツの作戦計画ではそこで形成した、共闘法を広げるためにペシェル川北部へ、第 3SS 走行的弾兵士団が攻撃することになっており、第1、第 2SS 走行的弾兵士団らは攻撃に参加せず、第 3SS 走行的弾兵士団が攻撃に成功するまで防御を担当することになっていた。 ソビエト赤軍は午前9時15分に攻撃開始し、第1波には430両の戦車、突撃砲、第2波は70両が参加した。ドイツ空軍は、航空支援を即座に行い、BK-37 装備の 187G、爆走した FW-190、MK-101 装備の HS-129 らが、一斉に、ソビエト赤軍に襲いかけかかり、 支援砲撃の下ソビエト赤軍を突破した。戦場は、ソビエト赤軍戦車から流れ出る煙で両軍の視界は悪化した。ソビエト赤軍第29戦車軍団に所属する第31戦車連隊は、我々は敵の対戦車砲と航空攻撃により、戦車に多大な損害を被った。10時半、我々は、 コムソモーレツ農場まで進撃したが、ドイツ空軍による連続空爆のためにそれ以上進むことができず、主勢に回らざるを得なかった。と報告している。第5新鋭戦車軍所属の第18戦車、第29戦車軍団で朝の攻撃時に400から800両の戦車を失った。このソビエト赤軍が攻撃に失敗した理由として、 空軍、陸軍間の連携における怠慢があった。ソビエト空軍は、ドイツ軍の素早い進撃に対応できなかった。さらに、ドイツ第48装甲軍団が、ソビエト赤軍へ攻撃をしている間、ソビエト赤軍、第2、第17空軍は、ドイツ空軍がこの上空を確保することを、許してしまっていた。ソビエト赤軍第31戦車軍団司令官は、 我々への空軍による支援は13時までなかったと報告しており、第5新衛戦車軍では我が部隊を攻撃する敵空軍に対して我が空軍、特に戦闘機が戦闘を通じて不足であったと不平を報告している。ソビエト第5新衛戦車軍は予備戦力を出してドイツ第3装甲軍団からの攻撃を阻止した。 これらの予備戦力の放出はドイツ第2、SS 装甲軍団との戦いを痛み分けにできる可能性をなくすものであった。しかし、一方で、ドイツ軍の進撃も頓挫していた。多大な損害を被りつつもソビエト赤軍は防衛戦を堅守、ドイツ第 2SS 装甲軍団の進撃を拒んでいた。 ソビエト赤軍は午前中の戦闘での経験から、戦車戦のほとんどが午前の4分の1の距離で行われた。この戦闘で、ドイツ軍は約850名、ソビエト赤軍は約5500の名の損害であった。戦車の損害については、いろんな存在しており、ソビエト赤軍は約300両、ドイツ軍は70の80両とされている。 ソビエト第5戦車軍、ドイツ第 2SS 装甲軍団のどちらもその日の作戦目標を果たすことはなかった。第5新英戦車軍はその戦略目的を果たすことなく第 2SS 装甲軍団を撃破することができなかった。両軍は翌日も戦闘を継続したが、戦闘は前日と比べて落ち着いていた。ソビエト赤軍は、 進撃を継続することで戦車を多数失ったが、これが防御陣地を中心にドイツ軍を消耗させる戦術であれば、ソビエト赤軍の目的は果たせていたとされる。コーネフは自部隊である第5新鋭戦車軍を引き抜いて攻撃に使用することに批判的であった。ドイツ軍にとっての問題は、クルスク都出部北部で開始されたソビエト赤軍のクトゥゾフ作戦のため、 ソビエト赤軍が予備戦力を投入、そのため、ドイツ第9軍が猛烈な反撃を受けたことにより、攻撃を中止するようヒトラーが命令したことであった。ヒトラーは当初、このことを考えて、胃がひっくり返りそうになると言った。また、ハリコフのミウス川南で新設された、ドイツ第6軍に対する攻撃は、突出部南側での戦線を維持するために、 予備戦力の投入を余儀なくされた。そして、国防軍最高司令部は1943年7月10日、連合軍がシチリア島へ上陸したことにより、イタリア戦線強化のために、東部戦線から部隊を引き抜かざるを得なかった。戦術的な勝敗に関係なく、プロホロフカの戦いは、ソビエト赤軍のプロパガンダのために、ソビエト赤軍勝利に書き換えられた。 ドイツ軍は明らかにソビエト赤軍を撃破することができず、そのためドイツ軍の意思決定に重要な影響を与えた。この時戦略的イニシアティブはまだソビエト赤軍の手中にあった。ありがとうございます。